私は飲食店を経営しているんですけども、やっぱり飲食店を経営していて一番困るのは、ゴキブリとかね、そういったこう害虫の問題で、ゴキブリというのはとても生命力が強いですから、本当に人類よりも今深い、ね、歴史があるわけで、もう生命力がとても強く、私たちがどれだけ衛生的に気をつけてもなくなることはないと。ですから本当に苦慮しているというか困っていることです。で、それはどれだけ業者さんにお願いして害虫駆除を定期的に、月に1回ずつ、やってもらっていても、まあうちが実際月に1回来てもらって、バルサンのようなものを焚いてもらって、で煙がね出ていれば、食品にかかったり器にかかったりすると困るので、一回一回器を全部こう、移動して、で食材にかからないように、でもゴキブリは、いなくなるように一生懸命噴霧してもらったりということをやってました。でやってもらうと1日2日は出ません。だけど3日4日経つともうあっという間に出てきてしまって、3日4日で。それはもう本当にいたちごっこというか、どれだけの、じゃあこの強さでやってください、あの強さでやってくださいってやっても、結局のところその日はいなくなっても数日ですぐ、元の通りになってしまって、ゴキブリには大変こう困っていたと。そういうのが、何年も続いてました。だけどもそこで出会ったのがスマートバスターという方式の害虫駆除。これに変えた途端、本当に今まであれだけ苦労してたのがあっという間に、一匹もいなくなりました。一匹もいなくなるというのはこんなにこう奇跡的なことはないと思いましたね。スマートバスターに出会ってからこれで12、3年経ちますが、今まで一匹も見たことはないです。何坪のお店でしたっけ、何テーブルとか。大体うちは200人の、レストランと、まあ、大広間、中広間で100人は入りますから、そんだけの広いスペースでそうですゴキね、ブリが出ない。厨房としては、まあ、それを賄うほどなんで、ちょっと何平米っていうのは分からないんですけども、まあ、そういった和食の料理をうちはやっておりますが、そこで、今、十何年と、一匹も出てないです。だからこれは本当に奇跡だなと思うんですが、今となってはもう当たり前。もう本当にスマートバスターの。信用信頼してますね。で、これは薬が強いとか害があるとか、そういったものではないです。ゴキブリをこう厨房内に寄せ付けないという効力もありますから、今までのように、殺すだとか、そういった、厨房からこう一瞬いなくなってまた戻ってくるってことはなくて、もう厨房内すべてが、もうゴキブリが入ってこない環境にしてしまうと。安心ですよね、とって社も長安と心しでてす。は。それで、じゃあその作業でどれだけの、労力が必要かといったら、今までのような器を上げ下げしたり、食材を移動したり、そういったことが一切ありませんので、そういった意味でもコスト的にも、人件費、うちのかかる人件費もなくなりましたし、もう本当に、業者さんにお任せするだけと。これは、業者さんがね、その詳しいことは、いろいろね、ノウハウを語ってくれましたけれども、この厨房エリアから、まあ、いなくなるようにするというのが一番の、肝みたいなところですね。ご友人の焼肉屋さんにもご紹介したとかっていう。大変喜んでもらいましたね。お店としては、まあ、そこの焼肉屋さんも長年やってるところでしたから、大変苦慮しておりましたが、まあ、スマートバスターを導入したおかげで、それで、まあ、そこも見事に一匹も出なかった。一匹も出なくなったんですね。すごいですね。で、これをまた定期的に業者さんが来ていただいて、スマートバスターをやってくれてます、メンテナンスメンテナンスを。ですから、もっと輪をかけてこう協力になっていくというのが私のイメージですね。いやいや、貴重なご意見を。
いや本当におすすめですねこれは。ありがとうございます、はい、もうぜひ全国から。いや本当にあの私がこんなにあの外食場に関して、うん、あの悩みが消えたというのは皆さんも本当に悩んでらっしゃると思うのでぜひ、うん、あの取り入れてほしいと思います。はい、ありがとうございました。ちょっと名前は言えませんが、沖縄レストランの社長さんのご意見でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。